Et c'est le mode. On est parti pour la suite. Thales of Rail. On était devant cette porte qui était une porte donc d'un boss. On avait mis le doute là-dessus. On est à épisode 15. ここにいるのは皆ダナ人、いや、レナ人なのか。おそらくな。それが何らかの理由で放棄されたのだろう。こんなに大勢連れ去られて、そのまま目覚めることもできずに。Ouais, il est énorme. Bon, ça a été un boss ultra nul, hein? Putain! Je crois qu'il a même pas eu le temps d'attaquer une seule fois. Hein. Téléportation. Ah, premier raccourci. Ça c'est cool.
した技術だ。感心してる場合かよ。ここからは Oh, j'ai cru que j'étais un peu loin, mais non, ça va. Des épines. Nanda, Coco. Iba. Honto no hana ja nai yo. Ano Lena no hana to onaji da to omou. Sore dake. Na, mae ni Dana no seirei wa ore tachi no naka ni chōppiri zutsu. Un. Dakara.レナの精霊みたいに強い意志にならないと集まらないからそうなのか、そうならないためには。でもだとするそういうことに。それは操られるのでなしに、みんながみんな同じことを考える過程の話だよ。もしそうなだが、仮にそれができたらレナスワルマに封じ込める以外の方法だって。地表から随分様子が変わったな。それだけレナの深いところ。Les yeux maudits. C'est ces merdes qui font les yeux maudits. Luminescent.Un seul œil menaçant pour tout groupe. Ça, ça fout le容赦のない攻撃だ。
させてもらった。
した方が身のためだ。Et tu ronfles. Des sandales dragon.私の感性もそう告げている。
のが上策だ。魔人天ポイントの調べを奏でよう。あがくがいい。どこもかしこも手ごわい敵ばかりで、それだけ敵にとって大事な場所ってことだよ。あるいは過酷な環境で勝手に来た。すごい精霊力。まあ精霊の意志はレナの中心にあるけど、その体はレナ全ってことは、俺たちはもう精霊あたりの様子からしてそういうことになるのだろうな。どうしたリンメル、気分でも悪い？うん、そうじゃなくて、この辺りレナのってことか。うん、それでダナの意志に触れた。もしかしたらレナの意志が何をか。レナの意志はダナと違って強いのよ。下手に接触して多分大丈夫だと思う。レナの意志はレナのものにしか及ばないはずだし、精霊の感。おい待てよ、そんなまね。リンメル、
の大丈夫か、うん、バカ、いきなり無茶するやつがあるか。本当よ、どうなるか。ごめん、でも少し分かったよ。レナの精霊は完成ってどういうことだ。何か作る、うん、ダナとレナはね、本当はでもそうならずに2つに分かれてしまってる。それを完成させ一つの世界、分からないけど、レナだ、ダナと違って集中するあり方のせいで、それより先に自分が消えた。からそうなる前に自分がダナを吸収することで一つになろうとして。レナの精霊は、でもそれは人間みたいに理屈で考えてるとかじゃなくて、もっとさながら動物のようにか。いや、動物の方がまだ意思疎通が可能かもしれん。果たして終わりだが、そしていずれも茨も同じなんだろうか。ダナとレナを一つに、茨が精霊の一部なら同じように生きな。どうしたの。シオンが死ねば茨は解放されるはずだった。それなのに理屈からいけば筋、もしかして茨にはただ自分が滅びたくないと、その強い思いと力が結果として器だとしたら、茨に触れた時の痛みは茨自身が自分を守ろうとした。それがもし本当なら、精霊はただ望むのみ。それを具体的な計画に整えるのはヘルガイム・キルの仕事だったのだろうな。シオン、大丈夫、早く片付けてしまいましょう。それにしても世界の状態すら間違ってるって、勘弁。精霊が求め、もし再Tu peux te mettre la queue dans mon cocasse, moi. Non. Non. それを止めるために
この盾がある。分かった、任せたぞ。オルツプラミア、オルツプラミア、これで終わりだ。シオンの力はすごいな。振るったのはあなたよ。戦闘は危険よ。スーパーボールが過ぎるが、これに消耗は消耗は光を切らせて、その他人は私に任せて、報酬違ってじないから。先生任せてくれ。任せたまえ。味方しよう。この炎の前に入り残さず逃げた。貴様の滞在、俺の刃が立ち止める。素晴らしい体だ。風に燃え、決めてリューハイム、ポーハ、エロンジ。いい連携だったな。演武局といったところか。私の手が必要か。大地のもとに伝わってきた。エアプレッシャー、見事な連撃、賞賛に値する。報酬違ってて、やった、やった、終わりだ。先生握った、こちらだ。これで終わりだ。確実についてる。なんか機嫌いいな。ブサ法が過ぎるわ。大地のもとに いい連携だったな。演武局といったところか。何かに使えそうだな。こうしてもらおう。倒れてくる。
し致命傷になりかねる。それを防ぐのが私の役目です。ここまで調和すると志は一つだからな。あのイバラモドキもやっぱレナの精霊の一部なの。多分ね。でも髪の毛みたいなものだと思う。意志とか感じられないし。髪の毛じゃ買っても意味ねえか。分不相応な場ではないか。きつかったよね。武具が見つかった。ちょっと見せてくれ。Un petit point de sauvegarde, on va revenir en arrière pour aller voir du matos et recharger nos trucs en même temps.
槌の音っていいよな。Ah. Ouais, un petit feu de camp. Feu de camp ici. よしできた。みん。どう。相手になってくれるか。あの。明日も張り切っていこうぜ。気力。Donc, on va profiter pour finir la petite quête annexe ici, de bibliothèque.Comme on a le dernier bouquin qu'elle voulait voir. Tiens!Je vais travailler encore moi bien avec ce que j'ai. Alors je vois qu'il y a des quêtes qui sont apparues. Alors, on va voir ici, rien. Rien. Il y en a une ici. Je crois que c'est pour récupérer l'une des recettes là, les pancakes.調達できるかもしれないな。ああ、やっと着いた。ありがとう。さあさあ、視界をいかがですか。うん、期待がた持てるぎ。シオンラス、ね、中にパチパチ弾けるお菓子を、そうか、しかし、うん、少し、ええ、できる限りの食材と砂糖を詰め込んだわ。こいつはだいぶ審査員に悪い意味。さあ、私が作るティオハリムパ、まさか自分で書くなん、さあ
では何のためらいもね。ティオハリムな、うん、世界中の珍味を集めて、そしてこの作品の最大パンケーキなし。失格です。不覚。あった。二人とも悪が強すぎる。オチがリンウェル。分かってるって。フルーフルって、フルいいの私。あ、フル。あ、いや、なんで。うん、周りは柔らかいが中央がフルルのふわふ。そ、これはフル優勝。リンウェルで食べた分を。なんだ私解除だろう。なあ、ぜひフルフル。ん、たの、かく。C'était 30 recettes différentes. Voilà. Voilà, campement. On va voir si je peux faire les pancakes de Shion. Je sais plus quel bonus ça donne, mais c'est intéressant le truc. Enfin, en tout cas, un des pancakes qu'on pourrait avoir, il est intéressant. バレバレかよ。ちょっと前に農場でパンケーキ。ああ、もしかしてそうじゃないの。ただ持てる技術は全部使ったし。なのにそりゃ判定するキサラに大量の砂糖食う。とにかく私なりに考えた結果を。分かった。え、まあせっかくシオンがその気になってるんだ。ありがとう。まお待たせ。待ちかねた。いくつもの異なる辛さが互いを殺さず、むしろ高。甘くてとろけず。がっつり俺好みの濃い素材の選択、風味を生かした絶妙な火加減、盛り付けのこだわり。うまい。シオン本当。あれ、でもなんかそういえばみんな違う。あ、どれ。ちょい、それぞれの好みに合わせて変えたって全員分をか。ええ、でも料理で相手を喜ばせたい思いが強くなりすぎて。大事な、そのと、大事。作るが見事だ。ありがとう。Ah bah c'était pour ça en fait que je voulais. Il manque celui-là par contre qu'on n'a pas. Je crois que c'est quand je serai en amical avec elle. J'ai presque tout hein. Ah, on va voir les pancakes. Ah, c'est récupération de PV après le combat. Ok. Bon, et ben on va aller péter la gueule à ce donjon maintenant. Quoi ? Kuaneba Ijin Naraza. Na. この旅も刺激的な旅であった。
On y est presque. On va finir les portails qu'on n'avait pas finis. Et après, on fera une petite pause avant d'attaquer les dernières phases, à mon avis. Je vais donner l'énergie de mon perso. Allez, gauche. この開口いや、でもそれはせんもんびんくすくるじゃ偶然とは思えんな開口って何出会いってこと大げさだよね
L。 音響出すまでもなかったな。En fait, chacun des six trucs, ça va être un élément de chaque personnage, en fait, en gros. Il nous reste un ici et les deux le plus proche de la sortie. Ah, là, c'est un cheveu plus chaud, par contre.神人への差だった。これ。Il nous reste quoi ? Il va rester une robe, normalement, et l'armure du héros. Quoi. On aura tout. On aura tout le loot. Astra de l'eau. Allez, tout seul lui. Oh, il est stylé en tout cas. Danseur macabre. Oh putain, c'est mini boss en plus. Un truc de géant. Thank you.
Mais t'es stylé le perso, j'aime bien son skin. Ah d'accord, je croyais que c'était fini, non. Salut copain. Ça, l'armure est plus faible quand même. Ah merde, la robe de mariée est moins bien. Attends, c'est-à-dire que je les ai tous eus ? Un fois et demi. Ah oui, ça va, bah, je les ai tous eus. Bon, c'est une seule. C'est celle-là. Ça sera du feu, j'aurai l'armure de mon perso et ça sera bon. Un dragon de soldats. Et moins bien aussi, on va se faire un. Moi, ils étaient dessus, moi. On a opti nos persos tant qu'on pouvait. Les dernières pierres pour avoir la dernière arme, ben, je sais pas où elles sont. On a affronté chacun des types de mobs, même les gros. Donc je sais pas où j'ai trouvé ces derniers loot. Oh, putain, il y a un TP juste avant. Et ben on va couper là, parce qu'à mon avis là on va être sur les derniers combats. Donc je vous souhaite à tous une très bonne soirée, n'hésitez pas évidemment à liker, à commenter et à vous abonner. Je vous dis évidemment à la prochaine, ciao tout le monde, peace. Surtout partager, liker et oublier.